はじめまして、マスター。まだ半人前の剣士なので、セイバーリリーとお呼びください。これから末永くよろしくお願いします。あまり休みすぎるのはマスターのためになりませんよ。さあ、今日もしっかり励みましょう。嫌いなものはありませんが、苦手なものが一つ。同性とのダンスは得意なのですが、殿方とのダンスはどうも勝手が違って。好きなもの、村の祭りや馬の世話ですね。本当なら忘れなくてはいけないのですが、どうも一生忘れられそうになくて。王と進化の話ですか？その、まだ将来の話なので、私自身、全然覚悟ができていないというか、すみません。私は修行中の身ですから、マスターのもと、勉強させていただきます。願いの叶う聖杯、ですか？確かに、そんなものがあるのなら、便利ですね。大きな異変が起きているようですよ。出遅れないよう急ぎましょう、マスター。ちょっと、剪定の時を思い出します。私はまだ修行中の身。英霊と呼ばれるほど異形は成し得ていませんが、精一杯、セイバーとして務めさせていただきます。マスターも、まだまだ成長中なのですね。なんだか友人ができたようで嬉しいです。どちらが先に一人前になるか、競争ですね。私はまだ剣士見習いで、騎士の位にはほど遠いです。技量もそうですが、精神がまだ鍛えられていません。いつか必ず、この聖剣にふさわしい心の強さを手に入れます。召喚時に末永くとは言いましたが、こんなに親身になってくれるとは思っていませんでした。今は、あなたが身近にいてくれるだけで力が湧いてきます、マスター。あなたに感謝を、マスター。半人前だった私ですが、今は守るべきものと、守りたいものの違いが分かりました。え、自分も同じ、ですか？以心伝心というやつですね。いつかこの剣は失われますが、それまでどうか、共に戦わせてください、マスター。少し身軽になりました。これぐらいの方が動きやすくていいですね、マスター。貴重な資源、ありがとうございます、マスター。力より技が私の得意分野ですが、これはちょっと軽装すぎるような。でも、マスターが喜んでくれるのなら嬉しいです。これからも頑張りますね。ここまで霊格が上がるなんて。感謝します、マスター。未だ半人前の私ですが、あなたのおかげで、聖剣に選ばれた自信がつきました。
その挑戦、お受けします。全力を尽くしましょう。この一撃で決着をつけましょう。戦いはこれからです。はい、行きますとも。お任せを。はっ、やっ、はあ、もっと強く。私はまだ、あ、マーリン、みんなごめんなさい。鍛え直してきますので。先手を誠にするまで私は倒れません。命までは取りません。どうか傷を癒してください。どうですか、少しは強くなったでしょうか。私の修行にお付き合いいただきありがとうございます。どうか最後までご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。こちらが現在の成果となります。トレーニング予定表とも言えますね。頑張ります。剣の修行は楽しいのですが、宇宙船の修理は難しくて私には向いていないのでしょうか。休憩がてらにインフォメーション、お知らせをお読みください。戦況を把握すれば百戦危うからずと申します。それにしてもアルトリウムとは何なのでしょうか。お疲れ様でした、マスター。これで私も少しはお役に立てるようになったでしょうか。余ったパーツは X 師匠が交換してくれるそうですよ。